はい、マッチングしました。箱店さんよろしくお願いいたします。ラプラス、モスの魔法イップ、そして、ニューケニン、ドヒドイデヌオン、なんか、めちゃくちゃすごいパーティーに当たってるんですけれども、ちょっと待って、ヌケニンはさ、サニーゴー岩があるから、まあ大丈夫でしょ。ヌケニンは気にせんでいいと思う。サダンドラでも弱点つける、ギラダスもつける、カビゴンも DD ラリアットがあって、ニーフィはマジカルフレームがあるから、カポエラ以外なら全部抜けに、だから抜けに積むことは多分ないですかね。大丈夫ですね。で、どうしようかな。モスの、いや、これサニーゴ初手からぶん投げていいや。で、特殊をしっかりカビゴンで受け流すということによって、しっかりとした立ち回りをしていって、あとちょっとラプラスね、久々にマッチングしたんだけど、どうしようかな。ラプラスでどうやって突破すればいいんだろうな。サダンドラ身代わりでいなしていく。いやー、それきついか。カポエラ入れるか、カポエラ。はい、お願いします。ドヒドイデが来ました。うわ、何この変な色。お前、パーティーから見てるから、パッと見青統一かなと思ったら、重くそ色違いのしかなんか、こんな赤いんや。人殺しそうな目してんな、こいつな。シャドーボールがまずどんだけ入るか見てみましょうか。まあ、サニーゴの、サニーゴンの火力ってすごい高くて、C145 とかやろ。それの控えめ全部っぱしてるから、まあ、おそらくはね、ドヒドイデに対しても、どうやろう、特防体特化したら分からんけど、その4割ぐらい削れるんじゃないかと思うけどね。ドヒドイデで受けられるようではサニーゴンちょっときついよ、正直。これは言わせてもらうけど、さあ頼むぞ。あー、でほんまに4割ぐらいだった。しかも独特相手がしっかり持っているってことは、次トーチカ食らってきちい感じになっちゃうって感じ。これサニーゴン一回下げてもいいかもな。なんかちょっと相手のパーティーおかしい感じになってますね。これサニーゴン一回下げるわ、多分トーチカされるし。それか、ま、自己再生かなんかで受け抜くるみたいな感じやろ。まあ、それかカビゴンでもありかもね。いや、これカビゴンでいこっか。いや、でも、いや、ネットでやけどすんねんな。それがしんどいな。カポエラの地ならしで攻めるか。ちょっとドヒドイデがどんな感じの耐久ぶりなのかが気になる。ただまあ、HB やろな、おそらく。HD じゃなさそう。あー、で、これ、ね、このやけどね、やけどしたらほんまにクソやで。頼むでやめてな、ほんまに。あ、オッケー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 。地ならしがどんだけ入るかや、まずは。まずそこや。ほんまにそこ。テクニシャン地ならし。威力。まあ、あんま自信、不一致自信とあんま変わらん。トーチ化されるか。いや、これドヒドイデで止まるんか、もしかしたらのパーティー。普通に止まりそうやな。ドヒドナットで止まっちゃうんじゃね？ワンチャン。ってことは、今の地ならし見て、相手な、ドヒドイデに、ドヒドイデじゃないわ。いや、でもさすがに、カポエラ舐めてくるか。一回地ならし普通に突っ込むわ。多分、ヌオに交換なんですけど、もうこの耐久ポケモン相手してると、ほんまに時間もったいねえ。引っ込めた。まあ、多分、ヌオやろう。うわ、抜け人だ。やっべ。ちょっと待って、抜け人で積むんですけど。抜け人で積まされんねんけど。やべやべやべ。カポエラ、ちょっと、あ、でも一応、不意打ちあるわ。カポエラ、不意打ちあるぞ。不意打ちある。不意打ちある。不意打ちあるけど、どうする？打ってみる？うわー、かわされた！待て、これは全然攻略可能な範疇だと思っていて、多分ね、抜け人って、キアの助けだか壊れたかなんか持ってて、まあ、ディディア、カビゴムに変えるのも、抜け人、剣舞とかまあ覚えるような、こいつ、ちなみに。あー、で、抜け人をうまいこと使ってくる感じか。抜け人のプロがいんねんけど、ここに。抜け人のプロが。しかも、ドヒドで回復、再生力で回復してやがってくる。カポエラ引っ込める。そしてサニーゴーンも俺は出していくんですけれども、ちょっとこのサニーゴーンでさ、どうしよっかな。もう、ダイマ切るんだったらここって感じ？ダイマックス切っていく？切るしかなくないでか、もう。真面目に。もうそれ以外の勝ち筋がない。大フォローで二角に持っていくじゃないと思う。だって、勝てないでしょ。ドヒドではこれ、割かしもう強引に突破しないときついで。はい。ぶっかまします。さあ、頼むぞ、サニーゴン。お前の大フォロー、ちょっと パンチ力見させてくれ、パンチ力。いけ、いけ、あ、うわ、惜しい、クソ、マジか、これ、急所やんな。うわ、惜しい。いや、でもさ、これなら次の、トーチカ食らっても、大フォローで貫通できますね。うん、いや、この急所全然意味がある。ドヒドさえ突破すれば、あと抜け人はさ、正直なところが、なんか変な
あれやろ、こらえるとか、一応全員が弱点つける。ただカポエラは実質積んでる。カポエラは不意打ちなんで、相手がもう鬼火連打してれば終わっちゃうから、だからサニゴンとカビゴン失った途端に負けなんで、そこだけ気をつけなきゃいけないですね。抜け人のさ、思わぬこの罪性能をちょっとドキム抜かれてるんですけど。あー、なるほど、ダイマックスして大ウォールか。ダイマ大ウォールってこと、相手これダイマックス入ってくれたので、てか抜け人ってダイマしたらどうなんの。あれ抜け人ってなんかダイマしても HP1 のままやんな。なんか抜け人レイドとかでよくなんかあのレなんかダイマアメ稼ぎしてるやついるけど、抜け人ってダイマックスしてても HP1 なんだよね。だから天候ダメにクソ弱いんだよ。だから抜け人倒せんやったら、ここ大、次ここさ大ウォールやんか。で相手次もうあの防げないから、いやそれか大ウォール連打してんのかもしれんけど、わからんけどね。うん、ここを抜け人をケアするって意味で大ロック打つわ。どう、そのチョイス。ここのドヘドヘでのダイマックス、あんまり俺意味わからん。ここで交換してくんのかな。それでも一発大ボールで耐えてダイマックスしのげればみたいな。もう2連ウォール決めるのだけはやめてほしかったん。それはほんまにあかんって。それはちょっと運だけ要素が半端ない。さすがに3連ウォールはないから、うーん、天候をあと操作できなかったので、ここはじゃあおとなしくシャドーボールで倒しに行きますか。まあでも相手もこれを決めなきゃ勝てないって状況まで追い込まれてたってことやんな、つまりな。でこの3人もこらえる。あー、なるほど、引っ込める。はい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 、トヒドイテの再生力をここでも生かしていく。いやー、モスノー、うわ、やっべ、モスノーの、やべ、こいつの自慢の特殊耐久でサニゴンといえど受けられてしまう。勝てー。なんだこの硬さ。これちょっと待って、サニゴン一応ね、これパワージェムあんねんけど、こらえるしても砕けるより発動しないし、そもそも 毒技食らってるから、ちょっとどうしようかな、これ。カポエラーがさ、あんまりもう役だ、んー、いや、サニゴン。日本残したいわ。ちょっとこれカビゴンに変えて受けない2個は持つのをなんとかなんとかして、ちょっとあの突破する。こいつちょ前とか詰まれるかな、ナチュラルに。吹雪めちゃくちゃ男らしい技持ってんな。でこっち別にあのもうちょっとほんまにやめて、前手前ってないないない、そんな30% 当てて 10% 引くってどんだけの確率を導き出してんねん、お前。おかしいやろ、それは。これはやば、うわ、ちょっと待って、やべ、やべ。お前、それは、いや、お前、頼む、溶けて、お前、溶けて、溶けて、溶けて、25%、お前、引ける、お前なら引ける、もう引けないんかよ、もう。なあ、頼むって。マジで。これもう、ステミタックル打ちますね、じゃあ、俺。ステミタックル打っていいよな。ステミタックル普通に打つでも。スメタックル打ってささめけ、さあささめかれていくけども、これは超魔1回分しっかり耐えて、このフィラノミの発動で何度か木の実を回収することに成功できていくと。うーん、頼む。いやダメだ、カビゴンがもう機能してない。ステミタックルどっか。モスノはでもさ、カプエラのバレットパンチ何度かいけるんちゃうか。ここで起きてくれなきゃもうほんまにきつい。よし、オッケー、ナイス、よしよし、よし。これ全然あり、全然ナイス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 。で、多分ドヒドイで来んねんけど、ごめん、そう、ハンドダウン落ちる。いや、これむしろね、カビゴン落ちた方がよくて、ここは。このタイミングで、ごめん、でも抜け人って早いんだっけ？ここで抜け人来られたら、てか俺、積んでない？もしかして俺積んでんのか。サニーゴーンおらんくなったら負けやな。かといってここで抜け人とされたらカポエラじゃ何もできないから、多分抜け人でしょ相手。だったらサニーゴーン出すしかないわ。抜け人は不意打ち、あ、ドヒドから来て、多分統治下で一回回復挟んで、シャドーボールかなんかいなしてみたいな感じかな。これ多分ドヒドで一回統治鑑定やんな、どう見ても。どう考えたら統治鑑定やから、カポエラに変える？
いやでもカポエラに変えてもさ、やけどしちゃってるからさ、地ならし歌うところで多分受け切られるから、もし知らん、シャドーボールしかないわこれ。え、ごめん、ね、え、これ今ない交換かなんか呼んだ相手って、これチャンス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 やけど、もしかしたら相手の狙い通り、いやてかこれもう終わっ、ごめん、これあれだな、これ抜け荷が多分助けで耐えて、え、ちょっと待って、ちょっと待って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 、助け耐えられて、毒なって、で、多分相手ここでもう一回ドヒドイドに交換して、やべ、負けた。ここでシャドーボール急所。交換先のドヒドイドにシャドーボール急所。それか抜けにって鍵打ちあんのか、ごめん、鍵打ちあるわ。どの道進みかも。そうだ、抜けんって影打ち持ってんねんこいつ。どの道じゃあ勝てない。いや、どう考えてもあそこのモスノーにカビゴン突破されたところで終わったやろ、もうさっき。お前ちょっとマジでこれほんまにちょっとカポエラちょっとわざ通してる。いや、ちょっと抜けるんで積むとか俺人生で初めてやねんけど、もう抜け人で積むとか人生で初めて、しかもこらえるって何ぞ、意味わからん。どうしようかな、せめて赤くか、これ。これどうやったら勝てる、守る、鬼火、影打ち、そんだけなんやこいつ持ち物。ちょっと一回試しに、なんかもしかしたらノゲリン特性バグってるかもしれんから、一回バレットパンチとかで殴ってみるわ、もしかしたら当たるかもしれん、あるからねたまに。あ、やべ、引っ込められた、ダメだ、負けましたわこれ。ごめんなさい、普通にもうドヒドイで見て、 HP なんかあんなダイマックスこんなんもらったと思ったの、もう大ボール決めて凍らして、お前ほんまにやってんな。いや、すまん。もう自分のポケモンに申し訳ない。なんで抜け人で積むやつなんて、おるんみたいな。俺の手持ち全部抜け人に弱点つけるのに、抜け人に負けるなんて。親父にもぶたれたことないのに、俺。抜け人にぶたれた。親父にもぶたれたことない、この俺が。ダメだ。辛い。降参していいっすかね、もう。降参していい、これ。勝ち目ないで降参でいいか。皆さん、抜け人対策はね、しましょう、しっかり。僕のようにこうやって、進む時もあるんで。はい。僕は、このようにして、じわじわとなぶり殺されるんですけども、この悔しさを噛み締めるかのようにして、俺は降参はしない、あえて。おい、カポエラよく見とけ、お前。こういうのがポケモン勝負の世界や。俺らはまだまだ甘かったんや。いろんな戦い方があんねん、世の中には。その全てを、俺たちはもしかしたら対応できないかもしれない。ただ、こうやって学ぶことによって、次同じ目にあった時に、こうすれば脱却できるんじゃないかっていうね、そういうのがあるかもしれん。今は俺はこれを、この状況を見つめることしかできないけど。ただ、ただ見る。まあね、俺のポケモンたち。なんか前てかコントローラーでなんかバグって降参押してくれへんかな。当たれ当たれ、これ当たれ、もう当たれよ。